もかかりませんでした。アメリカは生物化学兵器を使う可能性がある、核兵器が使われる可能性があるとロシアを非難することばかりに熱心です。そもそも紛争の原因であった NATO の東方への拡大をどうするのかについて、アメリカは発言と提案をすべきではないでしょうか。それがロシアを撤退させるための一番の早道ではないでしょうか。26日横須賀基地に機雷戦装備を持つフリゲート艦クマノが配備されました。インドネシアへの輸出が画策されています。一歩また一歩と武器輸出拡大がされようとしています。そして本来最も重視されるべき外交が軽視されています。軍事力と軍事同盟の拡大では私たちの暮らしを守ることができない、世界に平和を作り出すことはできない、私たちはそう確信しています。自衛官の皆さん、どうか自衛隊の中から皆さんの率直な声を上げてください。心からお願いをします。ではデモを引き続き行います。サイレントですので、ちょっとここで一旦止めまして、またあの自衛隊の自衛隊総監部とか違う米軍のゲート前で再開集計したいと思います。では、はい、後ほどお願いします。